日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や。生活の話題を。 皆さんに紹介しています。短いので、毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいね。さて、今日は皆さんにのらりくらりという言葉を紹介します。のらりくらりとは態度などをはっきりさせず、捉えどころがない様子を言ったり、締まりがなくダラダラとしている様子のことを言う言葉です。実は昨日のエピソードの例文の中にすでに登場していたんですよ。 気になる人は是非また聞いてみてみくださいね。さて使い方は例えば泥棒は警察の尋問をのらりくらりとかわして結局うやむやにしてしまったあの八百屋の旦那は特別優れた点はなかったがのらりくらりと平凡で幸せな一生を送ったえいいつまでものらりくらりと鬱っとしいいい大人なんだからさっさと態度を決めんか といいううように使います。1つ目の文はうまく質問を交わして答えないことを言っています2つ目の文は何も特別なことがなくとにかくなすがままに生きたと言っています最後の文は曖昧な態度を取り続けている人にしびれを切らしてそれを責めているというセリフですからネガティブな意味で使われていますさてどうだったでしょう今日はのらりくらり という言葉を皆さんに紹介しましまた。私はこの言葉を聞くと体の柔らかい武道の達人が敵の攻撃をひらひらと髪のようにかわしていく連想をするのですが皆さんはどうですかまたぜひ教えてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね